オリジンは、米国リジェニラブコーポレーション社の Windows 用、グラフ作成、データ解析用ソフト。ただし、マッキントッシュプラットフォームについては、パラレルズデスクトップ 4Mac、ベムワーフュージョンなどの仮想化ソフトウェアやブート、キャンプなどによるデュアルブートを公式サポートに取り入れている。日本国内の販売元は株式会社ライトストーン。グラフ作成では、主事の 2D、 3D グラフをサポートする。データ解析には、統計、信号処理、曲線フィット、ピーク解析、画像処理などを含む。オリジンの曲線フィットは非線形の最小事情フィット機能を含み、それはリベンバーグマーカとのアルゴリズムに基づいている。近年のバージョンでは、バッチ処理のための各種機能が導入され、プログラミングすることなく、 ルーチン的なタスクを一括処理することができるようになった。それらの機能には通常のバッチ処理のほかカスタム化可能なグラフテンプレート、分析オプションのテーマ、データや処理パラメータ変更に伴う自動、再計算機能、ワークブック内に一連の操作手順を保存した分析テンプレートなどの機能を利用することができる。データインポート機能としてオリジンは ASCII、Excel、 NITDM、Diadame、n a t s p SPC などのデータフォーマットをサポートしており、また、a d を通じたデータベースアクセスのための組み込みクエリー処理機能も含まれている。グラフエクスポート機能としては JPEG、GIF、EPS、e、TIFF などのイメージフォーマットをサポートしている。オリジンにはラ a p t o と呼ばれるスクリプト言語や O-Jenk と呼ばれる C 言語準拠のプログラミング環境が備わっている。より高機能なバージョンィジェニプロは、さらに高度な解析、統計機能を備える。また、オリジンビューアーという無償配布のビューアーソフトウェアがあり、オリジンのプロジェクトファイル内のデータや、グラフなどを閲覧することが可能である。インターフェースがやや独特であるが、高機能かつ安定している。日本語の取り扱いにも問題がなく、 バージョン9.1より文字ラベル等でユニコードにも対応するようになりバージョン2018より内部コードレベルで完全にユニコードベースのソフトとなったデータ列のスパークライン表現を含むオリジンワークブックの例スパークラインを列表示に含めることによりデータを作図することなく一覧性を高めることができるオリジンはスプレッドシートをフロントエンドとする視覚的 ユーザーインターフェースを基本操作環境としたソフトウェアである。しかしエクセルのような通常のスプレッドシートとは異なり、各列に列名や単位などの属性が与えられ、それらを一括して参照することができるように、オリジンのワークシートはデータ列を操作単位とするものである。したがって、計算においては、セルについての式の代わりに、列に対する計算式が利用される。 オリジンの機能にアクセスする別の方法として、ラプトックと呼ばれるスクリプト言語の利用のほか、ラプトックはオリジン内蔵の C、C コンパイラー言語を使うことにより機能を拡張することができる。その他、利用可能な言語としては、組み込みの Python 環境および R コンソールがある。また、VB、Net、C、d e v e b e などで書かれた外部プログラムから、コムサーバーを使って、 オリジンの機能にアクセスすることも可能である。オリジンは当初マイケラクル社の微小熱量系の専用ソフトウェアとして開発され、その測定データのグラフ化、非線形の曲線フィットやパラメータ推定などに使われた。オリジンは、その後、原理ジェニラブ社の前身であるマイケラクルソフトウェア社より1992年に一般向けソフトウェアパッケージとして発表されることになる。 リジェニラ部社の本社は現在、米国マサチューセッツ州ノースハンプトン市に所在する。ありがとうございます。